チームメンバーが9人、黄色生まれ。あ、なんで皆さん、マジか。皆さん、出てっちゃいました。さすがにもう、マジかですね。本当に面白いです。はい、コズです。今日は、面白いものを見つけてきたんでね、それの開封をしたいと思います。はい、こちら。じゃじゃん。超怖い話ガム復刻の書、第1弾から第3弾の過去の怖い話から厳選、袋とじシート1枚入り全36話ということでね、第1弾から第3弾まで出てたんですね。はい。まあ、なんかコンビニでね、なんかちょくちょくこの感じのやつ見たことあるんですけど、まさか3弾まで出てたとはね。有名な、駄菓子のガムメーカートップです。トップガム、あ、もちろんね、ガム入りです。はい。でね、内容はこんな感じで、第1弾第2弾第3弾とね、いろいろとね、なんか怖い話のネタが入ってるみたいですね。これ安いんだよね、やっぱね、駄菓子のメーカーだからかわかんないけど、コンビニでまあ税抜きで40円で売ってましたね。いやー、安いということでね、ちょっと面白い感覚でちょっと買ってみたんですけどね、これをね、まあ実は2つ買ってきました。はい。まあね、どんなもんかっていうのね、ちょっと見たいと思いますよ。はい、早速ね、開けたいと思います。まあね、ハサミで、よし、よっしゃ。では行きます。どんな感じで入ってるのかな。 あ、こういう、なんかいいね、この板状のガムね。俺結構好きなのよ、この板状のガム。駄菓子っぽいな、ほんと。これかな、なんだろう、人面岩、はあ、はあはあ、男の子は河原で遊んでいる時に不思議な丸い石を見つけました。石にはシミのようなものがあり、まるで人の顔のように見えるのです。人面岩だと男の子は面白がって拾って帰りました。その頃からです、男の子の家族は病気になったり事故にあったり、何かに呪われているかのように嫌なことが立て続けに起きるようになりました。あるよ、男の子は寝ていると妙な気配を感じて目が覚めました。はあ、はあ、髪がボサボサのおじいさんが部屋の隅に立って勉強机を見ています。この男の子は恐怖で体中がしびれて動けずにいました。何を見ているんだ。机の上には人面岩が置いてあります。おじいさんはゆっくりと人面岩を持ってこちらに歩いてきました。男の子の体からは冷や汗が吹き出し、心臓は破けそうなほどドクドクと音を立てています。ここから開けて中面の続きを読んでみて。ん？ここから開けて、ん？あ、なんか、あ、ふ、なんかこう、あ、こうなってんのね。はいはいはい。あ、やばいやばい。なんか、すげえ汚っきりじゃん。やばい。なんだこれ。よし。あ、うわ、なんかこれ。絵付きやん。男の子は必死で、生阿弥陀仏。おばあちゃんに教わったお経を唱え始めました。お経を何度も繰り返しているうちに窓の外が明るくなり朝が訪れました。男の子が目を開けるとおじいさんはいなくなっていました。両親にそのことを話すと叱られ、石を返しに行くよう言われました。河原の石には事故や自殺で亡くなった人の自爆霊が取り付き、霊界に引きずり込もうとすることがあるそうです。男の子が河原に石を戻しに行くと、それ以来不思議なことは起きなくなったそうです。ということでね、皆さん
人面岩見つけて拾ってきちゃダメっすよ、ほんと。こんなん出てきますから。はい。なるほどね。そういう感じの。なるほど。なるほど。なるほどね。よし。OK。まあね、1個目は人面岩ですね。これは、ナンバーで言うと、ナンバーいくつだ？人面岩さんは。第1弾の8ですね。人面岩。まあ、何が出てもよくわからないんで、何狙いとかないんですけどね。はい。はい、続いて。あ、なんか、これ有名どこじゃない？日本人形。その10か。子供の頃、私の家には日本人形が飾ってありました。人形はガラスケースに入っていたのですが、ある時、家の中で飼っていた猫がそのケースの上に飛び乗り、その拍子にケースが床に落ちてしまったのです。ガラスは粉々に散り、落ちた衝撃で人形の手足が取れてしまいました。お母さんが人形を元通りに直してくれたのですが、その日から人形の様子が今までと違うのです。人形がと思われるかもしれません。しかし、人形から怒っているような殺気さえ感じるのです。顔も今までの穏やかな顔から表情が険しくなった気がします。それからほどなくしてその猫がいなくなりました。さあ、結末やいかに。こういうね、袋閉じ風になってんですね。よし。よし、この綺麗に折って。はい。はい。数日後の下校途中、道に猫の死体が落ちていました。車にでも引かれたのか、手足がバラバラになっており、ふんわりした毛も散乱していて、私は思わず目を背けました。でも、その猫に見覚えがありました。そう、うちで飼っていた猫だったのです。家の外に出ることもなかった猫はどうして外で死んでしまったのか。私は泣きながら家に帰ると思わず人形を見上げました。その時私は見たのです。人形の履いている足袋が土で汚れ、手には猫の毛がたくさん握られているの。怖い。やっぱね、こういう日本人形ってね、古来からやっぱそういういわくつきなのがねあるんですよ、ほんと。いやー、なるほど。これ日本人形、あれ、これ日本人形メインじゃん。これあれじゃね、当たりじゃね、当たりとかねえの。ということでね、いやー、いや、なんだろうな、あのね、これ多分何かが操作したのかわからないけど、俺でもよくわかんないんだけど、なんて俺これ買ったんだ。じゃじゃじゃ、人もさすがに化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、金庫でっか。これは超かっこいいね。